どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、シナンと申します。今回はですね、もう近くのね、大きな公園があるんですけども、そこでフリーマーケットをやっておりまして、ポケモンカードのなんかオリジナルパック、もういかにもって感じの、オリジナルパックなんですけども、100円のオリパを5パックと、残り物には服があると書いてあるんだけど、これはね、300円で売っておりました。本当はね、4パックだけ買おうと思ったのよ。オリパ100円のやつを。で、これを4パックくださいって言って、残り2パックだったから、じゃああと200円でこれあげるよって言われて、そう。200円ぐらい得したんだよね、これ。そして、最後に、違うところなんですけども、そのスリーブの中に入ってるオリパですね。これ1000円分のオリパを買ってきました。早速じゃあ100円の方から開けていきましょうか。いやマジでね、こういうオリパとか買ったことないからね、すごい新鮮な感じするけど、どういう感じなんだろうね。頑丈にね、もうセロハンテープでね、ぐるぐるでね、止めてあるからちょっと開けるのに苦戦しそうだな。なんか嫌な感じするんだけど、これ。なんかこれ嫌な感じするんだけど。これ見てこれ。もう中身見えちゃってるし、一泊だけ開けたんだけど、これ見ていくか。もうなんかぐしょぐしょなんだけど。キラキラだけど、曲がってますね、これ。ちょっと一泊目から、やばい感じが出てますね。うん。濡れちゃったのかな？俺、曲がってんだよね、これ。なるほどね。これがオリパの洗礼か。ちょっと初めてやったけど、なるほど、なるほど。これがオリパですね。なんとなく分かってきたぞ。はい。ということでね、さあ、100円分のやつをね、全部開けたんですけども、先に言いますね。全部曲がってました。色落ちしたレッグーザですね。これも、あれかな、伝説かな？ウルトラビーストって書いてあるんですけど、曲がっております。ジャラランガー。はい。これも曲がっております。これだけ、マニューラだけちょっとね、状態が、まだマシかもしれない。他と比べてね、まっすぐです。はい。カードがまっすぐです。続いて、行きましょう。キングドラ。これもね、どうなんだろう、曲がってるんですけど。マシをちょっとこっち置いていこうか。で、ポッチャマ。ノーマルのポッチャマ。あ、コイキングですね。カエンジン。状態はすっごく悪いです。ここ曲がってます。ここと横で。十字切ってますね。で、レジギガスですね。あ、サーナイトですね。はい。サーナイト EX。アブリボン。初めて見たかもしれない。いつぐらいね、サンムーンとかなのかな。あ、ディアルゴだ。あ、エンティーだ。エンティーも入ってましたね。はい。すべて曲がっております。これ、ポケモン開封として合ってるのかな、多分間違ってるよね。僕見てたポケモン開封動画ってこんな感じじゃなかった気がするんだけど。お、これはちょっといいんじゃないか。これ色落ちしないレッグンサイですね。パンプジン。剣盾の時のやつかな。エレザード。ナエトル。ポッチャマンでね。ポッチャマンもね、何回か出てるね。はい。100円のパックはこんな感じでございました。はい。状態が良かったのが、マニューラですね。曲がってて、特にね、横とか縦とかに線が入ってないもので、キングドラが、はい。状態が良かったです。はい。これだけです。はい。続いてね、ラスワンポケカ5枚セット300円。これね、残り物には服があると書いてあるやつですね。これはどうなのかな？ちょっと見た感じ、こう横から見た感じ、ちょっと怪しめではある。空洞があるしね。もう開けた時の匂いがやばいもん。すごい。もう土の匂いがするんだけど。一般の人がやれるフリーマーケットなんですけども、こんな感じか。こんなもんだよね。早速1枚目がね、ピカチュウでございます。これね、状態良かった。めっちゃ良かったんだろうな。僕好きなんだよね、この絵柄。こういう感じのデフォルメされたピカチュウとか好きなんだけど、これもね、曲がっております。はい、キラキラのピカチュウと、ミュー。お、ミュージョン。そして、ヘルガーですね。はい、縦に線が入ってるヘルガーでございます。サメ肌 EX。これもね、斜めに線が入っております。そして、レアコイル。300円パックにしては、どうなんでしょうね。ちょっとよくわからないんですけども。ピカチュウ見てよ、これ。ピカチュウのさ、裏側はほら、ここ。ここすごいことになってない？多分雨の日に濡らしてるよね、これ。シュワシュワになってるもん。ここほら、パック開けて、この木のカスみたいに出てきたからね。はい、続いてね、これが、ラストなんですけども。男の子。小さな男の子、小3かなぐらいの男の子がお母さんと一緒にやってて、300円から1万円のすごい幅広いパックがあったんですけども、それの1000円分を買ってきました。これはちょっと楽しみだ。状態もめっちゃいいんだよ。さっきのはね、大人の人がね、売ってたんですけども、これはね、子供なんで、ちょっとね、ポケカに詳しい子が選んだのかな。これから開けていきましょう。はい。基本炎エネルギーですね。ドン。お、基本エネルギー。これもすごい、いいんじゃない？みんな求めてるやつじゃないかな。はい。お、イエスさんだ。SSR だ。いいのかな？
わからんけども、残りのカードはウリムとフォクスライですね。なんかこれモンスターボールのマークが見える、見えるこれ。まあ当たりとしてはこれじゃないかな。まあ1000円でこんな感じでした。まあ基本的に結論としましては、まあ、フリマでポケカは買わない方がいいかもしれない。一番ショックだったのはレックーさんの色落ちだったんだけど、これやばいよねこれ。レックーザの色落ちちょっと比べてみる？あ、これ絵柄ちょっと違うんだ。色落ちレックーザと、そのレックーザのやつですね。これ絵柄がちょっと違ったみたい。これちょっとさ、ここが元の色だったっていうのがわかるよね。まあレックーザ緑色だけど、こんなに緑じゃなかったもんな、全体的に。ちょっとこれはね、あ、コロコロコミックじゃん、これ。コロコロコミックの付録かな？なんかマークがあるね。ちょっと今気づいたわ。はい。まあこれだけかと思うんですけども、実はね、スカーレットとバイオレットのパックって今すごい高騰してて買えないじゃない。そう。あれのね、パックを9パック買ってまして、もう9パックね、開けちゃったんよね。うん、これもう全部スカーレットのパックのやつなんだけど、しかも、これね、初めてパックみたいなのがあって、それ開けて、一番高いのが元とがけらしいんだよ。これもね、撮影外で開けちゃった。このね、元トカゲが初めてパックの中に入ってたやつですね。博士の研究、ウミディグダ、ギャラドス、まあ、ルチャブルかな。これが、まあ大体スカーレットのパックから出てきたやつですね。個人的にはちょっとウミディグダがめちゃくちゃ絵が綺麗でね、好きですね。この動画がね、良かったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。まあこの動画見ていいなって思わないと思うけど。ちょっとね、また改めてポケモン開封とかしたいんだけども、なかなかね、ボックスっていうのは買えなくて、診断とかも出るじゃない？ 3 月あたりにね。そう。それもね、予約したんだけど、抽選外れちゃったので、そう、どこかでね、また手に入れたら、動画にしようかなと思いますので、よかったらね、チャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。また次回の動画、そして次回の配信でお会いしましょう。おつしな、バイバーイ。